泣き止んだ。かすみがいいなんて混ぜてるね。あ、こいつかすみさんの胸もんでる。いや、あの赤ちゃんだし。すみません、母乳はちょっとまだ製造の予定がなくて。うわ、こいつの顔、おっぱい飲みたいと見せかけてかすみさんのバイアスもみたいダメだ。このエロカメ破裂。いや、赤ちゃんにまだそんな概念ないでしょ。いや、あるね、こいつ。じゃあ試しに花子さんも一回。うん。スカスカ。今喋った。しかもちょっと侮辱された気がする。いやいや、でもまさか。あ、赤ちゃんだし。ねえねえ、私もちょっと抱っこしてみたい。はい。だし、はい。震えながらそれ言われても。とりあえずどこかに座らせましょうか。うん、ずっと抱っこしてたらなんかちょっと嫌な予感するし。なんかね、ちょっと偉そうだよね、こいつ。首が座ってないのでしょうか。首が座ってないのに椅子に座らせて大丈夫なの？なんか凄みがあるんだけど。もしかして口が寂しいのでは？そういえば赤ちゃんの道具が入ってるカバンが先生の机の上にあったんだった。なんかないかな。あ、おしゃべり。あ、それ赤ちゃんに加えさせたらいいんじゃないですか。ほいほーい。はい。いやー、かわいい。こうやってるとやっぱり赤ちゃんですね。やっぱこいつマフィアのどんなわ。こいつ絶対もじゃ前世の記憶持ってんじゃない。まさか。赤ちゃんだし。それも聞き飽きたっての。あ、暑そうですね。あ、そういえばさ、じゃーん、ミニ扇風機。実はこっそり家から持ってきたの。じゃあこれつけてちょっと涼しくさせましょう。うん。どう、涼しい？おお、喜んでる。ねえねえ、そういえばさ、このカバンの中って他に何入ってんのかな。あ、待って待って、見たい。あれ、なんだろう、この白い粉。風邪薬とかじゃない？ Are you sure about that? 赤ちゃんって抗生物質とか大丈夫なの？あ、なんか書いてある。あ、ちょっとー、タコさんタコさん、何してんの？で赤ちゃんはこっちに。カズミさん、外に一回ジャンプする前に大丈夫だ。待ってください、両手塞がっちゃった。バカ